平成20年度天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会は2008年度に開催された天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会2008年4月12日の高知県を皮切りに8月17日まで行われた各都道府県予選及び9月6日から10月19日のブロック予選により勝ち進んだ男子16チーム女子14チームと V プレミアリーグのうち女子2チームによるセミファイナルラウンドを11月15日から12月19日に各地で実施。V プレミアリーグ男子8チームと女子の残り8チームの参加する試合をファイナルラウンドとして2008年12月20日から23日の4日間に川崎市とロきアリーナで行った。第2回となるこの大会で女子は 共にこのシーズンの V プレミアリーグで会に低迷するパイオニアレッドウィングスとトヨタ車体クイーンシーズが対戦し、全日本女子の選手を擁するパイオニアをトヨタ車体が3セットストレートで下して優勝。男子はパナソニックパンサーズとトーレアローズのリーグ戦場移動士の対戦でアローズが3セットストレートで優勝し、全身の天皇杯、皇后杯クロ和式、 全日本バレーボール選手権大会から数えて3大会ぶりの支配となった。セミファイナルラウンドファイナルラウンド1回戦ファイナルラウンド2回戦ファイナルラウンド、準決勝ファイナルラウンド、決勝セミファイナルラウンドファイナルラウンド1回戦ファイナルラウンド2回戦ファイナルラウンド、準決勝ファイナルラウンド、決勝大会を公演する日本テレビ放送網が放映権を持ち、CS 放送局、 日テレ G にて、ファイナルラウンドを中継。ありがとうございます。